Oh my god, this pepperoni. I know I'm like popular and stuff, but. People, well, I think like me, everyone has been waiting for season 3 of Blue Exorcist since forever, and finally it is here. So today we are gonna see episode 1, like all the interesting, intriguing moments in episode 1, and I think let's just dive in, right? Exorcist, 人や物質に取り付いた悪魔を払う神父、もしくは聖十字騎士団のエクソシスト。Definition of exorcist, right? 一般社会では悪魔の存在は信じられていないため、エクソシストは祈祷師やカウンセラーのようなものとされている。はい、え、五大院実際。From the backstory that I remember, Rin is the son of Satan, and that's why he can see demons. I think that would be the beginning of amazing friendship. おかしいな。奥村君は見えるの？ああ、俺はエクソシストの見習いなんだ。え、君が？ああ、だから普通間塾でお前のこと聞いてみるわ。ありがとう。奥村君っていい人だね。ん？そうか？よせよ。Oh, that's so sweet. 同じクラスで初めて友達できるかも。奥村くん、おはよう。おはようさん。おはよう。あ、そうだ、お前らに。ああ、奥村くん、それってまさか。え、ラブレターや。なに、マジで、ついに俺の隠れファンが。おはようさん。先生、五大助けて、消えろ消えろ。 This is so cool! Ice Fly Dry! Ice Fly Dry! Wait!I know this. This is German for 1, 2, 3, and I'm so proud of it. Whenever like, you are able to spot something foreign which other people might not know and you know, you just get this main character arc. Is it just me or I think it's with everyone, right? Wow, this is so cool. Mephistopheles とはここ200年ほどアッシャーで使っている名で、本来の私を指した名ではない。私はゲヘナの第二権力者、時の王サマエ、悪魔の王族バールの一人です。お前、悪魔なのか。I mean, look at his teeth. Was that not? 知らなかったのはあなただけだと思います。Obvious? ここどこだ？何をした？ここはゲヘナです。てめえ、うさんくせえと思ってたが、とうとう本性を現したってわけか？落ち着きなさい。私は時間と空間を司るもの。今あなたと私の意識をゲヘナへと次元移動させました。5分間だけね。すみません、人間と人間の作り出すものが大好きなのでね。悪いようにはしませんよ。I thought that was Rin's father. こっから出せ。ここは悪魔の弱点です。そしてもう一つは心臓。いつの間に。ゆっくりと拝借しましたよ。時間を止めてね。この剣の中にはあなたの悪魔の心臓が封印されている。心臓は悪魔の急所です。破壊されれば必ず死ぬ。そして力の源でもある。大半の悪魔は尻尾と心臓を隠します。それが悪魔のマナー。
エチケットなのです。だというのに、あなたと来たら両方とも丸出しで、見てるこっちが恥ずかしい。サタンの子としての自覚が芽生えたのは大変結構ですが、今のあなたはこのざまです。ウチシマーの力を借りて不純を倒したくらいで調子に乗ってもらっては困る。つーか、お前メールの返事ぐらいよこせよな。 Wow, the food! Seriously, the food! I think I should learn something from anime. 今回のターゲットはこれです。家族の肖像、私のいたずらコレクションの人揃いだったのですが、最近この絵を見た生徒が心を病むケースが続出してしまいましてね。これほど危険な存在になってしまっては、ふつまも致し方ありません。それでは始めましょう。とりあえず俺が切っちゃえば早くねえか。出た、またお前。でもそれでうまくいけばみんな危険な目に遭わなくて済むだろ俺も奥村君の意見に賛成。シモさん、俺がとっとと終わらせる。やれやれ。やったか。なんだ、みんな大丈夫か。サタンの楽園、近寄らないでよ。おい、みんな、岡村くん、岡村くん、お猫丸、こっちや。早くあの結界の中へ。一体どうなって。あっち見たらあかん。みんなエンジンを組んでお互いだけを見て。皆さん、各々何か見張ったかと思いますけど、キーしっかり持って。あれは A に表意した擬態霊、シェイプシフターです。なるほど。シェイプシフターはそれを見た人間の恐怖を映して姿を変える悪魔。厄介な相手やな。お前はどうして。僕は奥村君が仕掛け合った時、万が一に備えてメガネ外しとったんです。目悪いんが功を奏しました。ワンパターンです。栄翔の知識が豊富すぎて、何でも栄翔で片付けようとしはるんは凡の悪い癖や。それに自分一人でみんなまとめなて決まる必要ないと思います。ちょー、子猫さん、この後どうすんの。シマさん、今のままやったらアリアの認定試験落ちるで。なんで本気で目指さへんの。神木さん、何よ。なんであえて僕らと距離を取らはるんかわからんけど、戦いではその癖やめてもらわんと。森山さんももっと自信持って。はい、ここにおる誰にも引け取らん力を持ってはるんやさかい、もっとみんなに意見を言うべきやと思う。そして宝くんは僕らの戦力として期待できひんので放置します。あれ、 I love how he's leading。 俺は奥村くんは、僕らが全員奥村くん頼みになって、いざ君に頼れへんってなった時どうする。僕らにバカでいろって言うんか。違う、僕らも強くならなあかんねん。だから奥村くんには僕らの切り札でいてほしい。 Ace in the hole. I'm gonna start using this term. It's just an amazing way of praising your friends. 最強の手札、それがあれば戦闘中みんなの心の支えになる。奥村くんにはそういう存在でいてほしいんや。わかった。皆さん、今回は作戦の一切を預けてください。お願いします。In top notch feeling, I guess. Overall, I'm just loving this episode so far. It's really bringing back, you know, memories. わかった。やってみせてみ。じゃあ森山さん、メギ科の植物を出せますか。何でもええです。まず皆さんにこのメギの実を使って精神覚醒のまじないをかけます。まじないはボンがかけてください。コクリコキッキー。これでシェイプシフターを見ても大丈夫なはずです。これが正体か。思ったよりでかいや。リちゃん、天狗士でお願い。またお姫様ポジションだな。
I really love the chemistry between Ren and the guy, I forgot his name, it was Renzo, I think, who has like dyed his hair. I remember in season 2 how his mother just pulled his hair and she wasn't happy to see him. She was like, why did you dye your hair? I think that is so relatable to all the Asians out there. That is so sweet. He got the eye drops for his friend, for his new friend. This is so heartwarming, guys. This is so heartwarming. I have so many memories. This episode just brought back the, you know, chemistry Rin had with all his friends, and it was really, really, really sweet. We had a lot of aww moments in this episode, and looking forward to see the next episode. So take care and bye, you guys. Keep smiling, don't get bored. Bye.